違うって言ってるじゃないですか。だからなんで俺減らされるんですか。だからなんでですか。理由がつかないですか。お店のトップに対して激しく食ってかかる若手ホスト。これ以上売り上げ下がったら俺の損じゃないですか。化粧さ、マジ売れなきゃ。いや売れなきゃあるんですよ。だからやめろと思うんですよ。分かったんで、だからやめ話すか。一体何が起こったのか。彼自身がちゃんと自分のそれで気づかないんだったら、やっぱりいつまでも売れないんで。軍神の下で合宿する葵と翔に密着する中、その事件は起こった。翔、今こんな感じだったの。じゃあそれは違うって言ってるんですか。だからなんで俺減らされるんですか。マジで。減らさないでください。余裕もつけないから。それでも今これは今じゃあやめますけど、じゃあ減らさないで。それは減らすって。なんですか。理由がつけないですよ。俺じゃないんじゃないですか。俺言ったら翔だよ。みんなに聞けば多分翔ってね。でその態度が変わらないんだったら余裕もつけない。だからダメだよ。じゃあ営業中にもかかわらず感情をあらわにし、軍神に食ってかかる翔。一体何が起こったというのか。今回の内容というのは、初回の時って名刺渡すんですけど、その時に風俗の名刺も渡しちゃったんですよ。初回のお客様に対しなぜか風俗店の名刺を渡すという考えられないミスを犯した翔。一体どうしたというのか。なんでこの風俗の名刺があるかというと、誰かが多分いたずらをして風俗の名刺を拾ったか集めたかして、それをショーの名刺の下に入れたらしいんですよ。それでショーは気づかずにその2枚取って、でそのまま初回に行って名刺を渡しちゃったんで、女の子は何これみたいになっちゃったんですよ。で場が凍ってしまうっていう。まあこれって何が悪いかというと、だって風俗の名刺って女の子がすごく深い感じじゃないですか。さらにお店のブランディングだったり、これお店のね、あの名前全部落としちゃってるん でそれ本来あっちゃいけないことって信用度に関わるんで。いきさつはどうであれ、ミスを犯したのは自分。理不尽と受け止めるか、自分の責任と受け止めるかでお前は変わる。しかし樹の思いとは裏腹に、納得のいかない翔が噛みつく。反省するんだよ俺もう一度。だから普通だったらすいませんってやってしまったことの自分の責任が重たくて、本当申し訳ない、これは本当に自分の不注意で、この責任は自分が取りますって言ったら俺は別に減らさなかった。でもあの態度をされた瞬間に、俺あの態度やめろって言ったのにやめなかった証拠あるわけだ。態度悪いよ。悪くなりますよ誰だって。ならないよ。理不尽ですよマジで。理不尽じゃないよ。ちゃんと反省してたら俺はそういうことしないよと前も言ったやん。でもその反省をしないで改めないで何も変わらないから、いつもやったらお客さんできないし、お客さん切れていっちゃうの。ところそれを自分の中で感情で今なって本当に正しいものが見えてない状態、それを直さないんだったらいつまでも紹介なんかつけられないよって。だったら他の男につけた方がいい。だからバックヤードに連れ出し指導をするが、興奮は収まらない。これ以上売り上げ下がったら俺の損じゃないですか。いやいやいや、ちゃんと改めないと意味ないんだ。だって他の男につけた方がいい。いや売り上げあるんですよ。だったらやめろと思うんですよ。じゃあ分かったんで、だからこれやめ話すよ。じゃあ分かりました。じゃあその代わりマジで食感戻してください。俺これ以上減ったら、これたまたま取れただけなんですよ。今日一択ですよ。この時間に一択って俺だけっすよ。俺以上つけて、葵くんもついてるから。葵くん俺より今、現状ですけど、俺の方がリピートしてんの。なんでこの葵くんの方がつけてるんですか。俺だし先月めちゃくちゃ取ったのにリピートしてないんですか。悪口じゃないって本当じゃないですか。だからその話し方はやめろって。じゃあ、上手に向かって、そうさん。翔、俺はお前のために言ってんだ。そんな樹の思いが彼の心を動かす。翔に良くなってほしい、翔に気づいてほしい。社会なんてさ、理不尽なこといっぱいあるけど、他の自分が一生懸命努力したっていろんなことの足にいっぱい入れて現象で自分にマイナスが起きるかもしれないけど、でもそれすらも自分の責任だとやっていかなきゃいけないわけだ。で、今回この目に出したこと
商品の自身が事実なんだからね、その事実をちゃんと受け入れて、誰が悪い、こう悪いんじゃなくて、自分の国民のことが悪かったなって真に思ってくれるから、しっかり伝えられるんだよ。俺が悪いんだって思うことが大事だから、それを思えないと言えないよ。心の中でうわうぜえなと思ったとしても、表現の仕方はあ、すごい嬉しいです、表現するわ。してるんですけど、カリジが分かってなくて、なんで僕が悪いんですかみたいな、その名刺の下に誰かがいたずらで入れたの悪いじゃないですかっていうから、違うよと、ちゃんとその名刺をちゃんと自分の名刺かどうか確認するでしょと、自分の名刺入れの中に必ず自分の名刺が入って限らないでしょと、誰かがポンと適当に入れるかもしれないんだから、名刺取ったらその自分で名刺を見なきゃいけないよねって、それで出しちゃったんだったらもうそれは自分の責任だよと。でも世の中そういうもんでしょって、自分が最終的にやってしまったことが自分が悪くなっちゃうんだから、だからリスクヘッジって大事なんだよって話をして、でも本人はいや僕は悪くないみたいな、だから初回の数減らされるのは違うみたいになって、だからそこはちゃんと反省しないんだったら俺は初回つけられないよって話をして、まず自分の一発目が謝るのが当たり前だし、それができないんだったらもう初回はもういいつけられないって言ってて、ずっと泣いて、それをちゃんと教えなきゃいけないのも自分の指導者としての役目なんで、だから今そこでずっと話して教えてたの。自分はプロデューサーなんで、プロデューサーとして彼がやってしまったことは自分の責任だからこそ、自分が危機感を持って彼にちゃんと教育をしてるわけであって、だから彼自身がちゃんと自分でそれで気づかないんだったら、やっぱりいつまでたも出ないんで。ホストの世界で売れるのはそんなに簡単なものじゃない。だからこそ理不尽でも受け止めて成長しろ。いつきの下でホストが次々と売れていくのは、こういったプロデュースがあってこそ。はい。さっきちゃんと話してもらって、はい、いろいろ話してもらって、あ、いろいろ話しました。だいぶ感情的になってます。はい、感情的です。いや本当にマジでいつきさんでもうリリオのプロデューサーでめちゃくちゃ一番上の立場の暴言とかちょっと罵倒を言ってしまって。マジで反省しました。他のお客様とかリリオのキャストナイティンさんにもちょっと迷惑かけてしまったので、今後感情を抑えてジュアスに言うことは絶対なんで、あの反省するようにします。本当に悪いことをしました。申し訳ございました。新宿、歌舞伎町、日々いろいろなことがいろいろな場所で起こる。そんなホスト業界の全てを今後も追っていく。